関西大学千里山キャンパスこのキャンパスは1922年に山岡潤太郎によって創設されました山岡潤太郎は関西大学を正式な大学に昇格させ関西大学の理念である学の実現を提唱した人物でもあります学の実現とは学問を純粋に研究するだけではなく 社会活動と積極的に関係づけるという意味を含んでいますそれから100年2022年に関西大学は山岡淳太郎の名前を冠し山岡の理念を実践するために山岡塾をスタートさせますこの塾では関西大学の学生生徒を塾生として選抜し社会的課題を解決する優秀な人材に育て上げていきます是非 皆さんも山岡塾の塾生となって社会的課題の解決に向けて実践を行ってください山岡塾の塾長副塾長を紹介しておきましょう名誉塾長は株式会社オービックの野田正弘会長です塾長はパナソニックホールディングス株式会社の大坪文雄特別顧問です副塾長は白鳩食品工業の長尾俊一代表です 他にも関西大学の著名な交友の皆さんからサポートをいただくことができます塾長の大坪文夫から皆さんに送るメッセージを聞いてくださいえ関西大学の学生生徒の皆さんこの度関西大学大学昇格100周年記念で山岡塾が発足することになりましたこの山岡塾は皆さんも感じておられる 身の回りのりいいろろな社会課題これを解決する解決する方法として会社を起こす起業して課題解決をするということであります。志あるみ学生生徒の皆さんぜひこの山岡塾に参集をして社会課題解決にみんなで一緒に取り組んでいこうではありませんか。山岡塾の 入塾から卒業までを簡単に説明します。山岡塾の塾生に応募できるのは、ここに書かれた、関西大学、併設校の学生、生徒、卒業生です。詳しくは募集要項を参照してください。応募するときは、大学昇格100年記念サイト内の山岡塾のページにアクセスして、必要な事項を入力してください。応募期間は、 6 6 6月月日日から6月30日ですエントリーシートを書くときに一番重要なのは志望動機特にどのような社会的課題を解決したいのかということですでは社会的課題とはどのようなものなのでしょうか山岡塾は特定の課題をあらかじめ設定しているわけではありません皆さんが社会的課題だと思うものであればそれで結構です ただし参考のためにいくつか具体的な課題の例を挙げておきましょう例えば私たちの生活に欠かせない衣食住にも多くの課題があります「衣」については「廃棄衣服を減らす」「ファッションイベントの開催」「食」では「フードロスの削減」「キッチンカーでのエスニックフードの販売」などが考えられます。文化やエンタメについては、 教育用デジタルコンテンツの制作、YouTube などの SNS を利用した広報があります。また、音楽やダンスの活動をサポートするエンタメプロダクションの設立も考えられるでしょう。人権や多様性に関連する課題もたくさんあります。障害者の就業支援や日本で暮らす留学生や外国人の支援、子ども食堂のような子どもたちへの食の支援も重要でしょう。 その他にも持続可能な社会を実現するためのリサイクル活動や障害スポーツの指導といったことも社会的課題に含まれるでしょうこのような社会的課題の解決に向けた実践を行っていくのが山岡塾です塾生は特定の課題解決に向けて5から6名のプロジェクトチームを作り活動していきます初めからチームができているのではありませんチームは塾生の議論 交流とコーディネーターのアドバイスによって塾の中で作られます各チームには最大100万円の資金援助が行われます交流の経営者弁護士税理士弁理士や大学の専門家などから実践的なアドバイスを受けることができます各チームはメンバーが協力して社会的課題の解決に向けて活動していきます今年度の活動期間は半年です ただしあくまで成果外活動ですから大学や高校の勉強をおろそかにしないように注意してください各チームには活動期間が終了する時に活動の成果を発表してもらいます卒塾後の活動は自由です。起業したり活動を発展させたい時には専門家にアドバイスをもらうこともできます是非山岡塾に参加してください